はい、皆さん、こんにちは。マイクです。今回はドローンを飛ばしましたので、その最初のドローンの設定と、それから飛行までの動画を上げさせていただきます。まずはスマートフォンにコントローラーをつけます。スマートフォンを立ち上げた状態のままにしておきます。そしてコントローラーは少し置いておいてですね、本体と本体につけるバッテリーを装着します。バッテリーを取り外してまし、取り付けましたので、今度はキャブリレーションを、アクティベーションですね、アクティベーションをして飛ばす用意します。GPS モデルになりますと、その GPS を補足するための最初の儀式みたいなのが必要となってきます。GPS 内蔵してないタイプとか、GPS を使わないで航行するタイプですと、この操作は必要ないということで、瞬時に同期できるということになります。まあ、いずれにしても本体とコントローラーと接続をしないと、無線での接続をしないとコントロールができないので、これは毎回やむを得ない作業になります。で、バッテリーを取り替えた後は多少簡略化できるんですけども、最初の設定をですね、360度お尻を持ち上げた状態で、まあ、回すとか、頭を下にした状態で360度回すとか、それからレバーのを、まあ、上下ですね、ハの字にしたり、無の字にしたりしてですね、そういうなんか設定が、細かい設定があります。それは朝一、毎回やるってことになります。そうすれば GPS を使えますので、どっか遠くに飛んでいってしまってもですね、探せるということですね。もしくは緊急で止めたい場合やなんかでも、GPS ボタンを押すだけで、最初に GPS 設定した場所にですね、スタート地点ですね、に戻ってきてくれます。戻ってきたら、停止ボタンですね。で、車体を下まで下げるということですね。それまではホバリングしている状態になりますので、僕、ヘルメットの上ところにアクションカメラをつけてますので、ちょっと補足できてない部分がありますので、すいませんけども、思ったよりですね、上の方飛んでましたので、ちょっと映すあれが範囲がですね、狭くなってしまって、見づらいかと思いますけども、まあ、こうやって無事にですね、自分のところでですね、ホバリング状態が続いています。このモデルはですね、他のモデルはよく分かりませんけども、このモデルに関してはこういう形で、ワンプッシュボタンでですね、今みたいな状態になったり、ワンプッシュボタンでホバリングをした状態でこう下がってきてくれるという、これをフォローミーって言いましてね、自分を追いかけてきてくれる、そういうモードにして飛ばしてたんですけども、まあ、それを解除しまして、ちょっと遠くの地点まで行ってみます。この後ですね、カメラが直接捉えたのはありますけども、 SD カードを挿してなくて、 SD カードを挿しますと、そのカードの中にフルハイビジョンで撮影できますし、そうでない場合は本体の付いてる
スマートフォンにですね、そこのメモリに自動的に入るようになっています。で、ホルダーはですね、そのアプリがありますけど、そのアプリのホルダーの中に録画したものが入ってます。普通のマイフォトですとか、そのファイルマネージャーではちょっと出しにくいところにありますので、この使われているソフトアプリケーションの中の一部に入っています。朝焼けの模様がですね、綺麗に映ってますけど、これだけですね、ホバリングが安定しているもですと、もう他の機種やなんかだと、そういう自動制御のプログラムがされてない、ちょっとトイドローンあたりのタイプやなんかだと、逆に操作ができなくなってしまいますね。非常にですね、安定してて、本当に何も苦労することなく、こんな形で飛ばせることができますので、この機種はちょっと良かったなっていうふうに思ってます。プロモーションとかではないので、完全な自腹なので、やはりですね、落下させるとですね、少しずつ何かこうボディが歪んでくるような気がするんですよね。これで落下させるのは、3回目ぐらいになりますので、やはりちょっとプロペラの形が変わってるとか、それから台座の形、カメラの取り付けの位置とか、そういったものがですね、微妙になんか違ってるような気がしますね。プロペラに関しては、ホバリングが安定しなくなった時点でもう交換することにしますけども、予備のが丸あの丸く丸々ついてますので、今のところ、この一番最初についてた、標準でついてたプロペラを使ってますので。欲を言えばですね、スマホ内に転送させるそのデータがですね、やっぱり軽いデータになると思いますので、だから普通の HD 画質なんですよね。こうやって見るとですね、もうすぐ分かるんですけど、やっぱりちょっと画質的にはやっぱりフルハイビジョンには到底及ばないものなので、 SD カードで収めるようにした方がおすすめだと思います。SD カードなくても、そのスマートフォンの方に直接録画されているので、二重に録画されているということになりますけども、やはり比べるとですね、SD カードの場合はフルハイビジョンで 1920×1080 ですね。なので若干と言いますか、かなり目に見える
目に見えてわかるぐらいの、画質の違いがありますので、SD カードを挿して使われた方がいいと思います。もうこれでまあ5回ぐらいになるので、まあ、ほぼほぼ自分のある程度の思い通りになるような走行ができるようになりましたので、皆さんもね、ぜひこういうドローンはまりますんで、昔のラジコン操作で、普通のバイクだとかですね、四輪のレーシングカーですかね、バギーとか、そういうのは経験があるんですけど、ドローンとかはなかったですけど、ヘリコプターとか飛行機やなんかの、そのラジコンというのはですね、やっぱり高嶺の花で、だいぶその、まあ、人口もね、そんなに多くなくて、やられてる方もよく多くなくてですね、ちょっと肩が高み、肩身が狭いなっていう、そういう存在であったかもしれないですけど、今はもうドローンが普及していますので、やっぱり外でこう遊べるような、飛ばして遊べるというのがすごく魅力的で、マイク自身でもですね、憧れてる、そういう遊びの一つがドローンだということです。まあ、文化財ですとかのね、そういう建物とかを撮ると、まあ、絵的に映えるんでしょうけども、まあ、そういうのは許可がいったりしますので、まあ、飛ばしてる範囲の外の風景にとどまってしまうんですけども、何かね、スポーツをやってる時とか、そういうがとかで上から狙ってるシーンがあると、ちょっと動画的に入ると思うので、そういうのもね、チャレンジしていきたいと思います。まず手始めにはですね、カヌーがありますから、カヌー乗ってるところをですね、ドローンで撮ったりして、まあ、水には弱いもんですから、落としたらもう一巻の終わりですけども、まあ、それまでにですね、しっかり練習してですね、ドローンを飛ばせるようにしたいと思います。最初はですね、ドローンに浮き輪をつけてやろうと思ったんですけど、浮き輪軽いんですけど、すごく重いみたいですね、全く浮き上がってくれませんでした。やっぱこの機体だから、この軽さだからこうやって飛んでくれるってことですよね。まあ、それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。また動画上げますので、チャンネル登録の方もよろしければお願いいたします。それではごちそうありがとうございました。これでマイクの楽しみということですね、動画の方を上げさせていただきました。ありがとうございました。マイクでした。失礼いたします。
って。